こんにちは、パンドラーです。 PS4 版ダーキストダンジョンをやっていきます。前回の続きから2週目ですね。旅を終えて戻ってきたら酒場と教会がアンロックされてますね。酒場から見てみましょうか。酒場と教会の活動に参加することによってストレスを軽減することができる。それぞれの活動は違った効果をもたらす。それぞれのヒーローにとって一番いい活動は何か見つけましょう。なるほどね。一旦そこの施設に預けると次の週までそのキャラクターは拘束されるんですね。今4人しかいないから預けちゃうと4人パーティーが組めなくなるな。酒場の活動は3種類か。これでアップグレードできるんですね。ギャンブル、酒飲んだり、あと売春。その3種類ができるらしいです。で、次が、教会。教会も一緒ですね。瞑想したり、懺悔したり、祈ったり。これ、どれをアップグレードするのがいいんだろうな。他の施設は、クエストを完了しないとアンロックされないみたいです。馬車をチェックしようかな。お、新たなヒーローが3人。また違うクラスですね。とりあえず3人雇いましょうか。新しいキャラで行ってみようかな。今7人いるから一番ストレスが少ないのはパンクか。これは、クラスが、オカルト信者。オカルティスト。これは、結構、オールマイティに2番目、3番目、4番目を担当できるキャラクターですね。で、次が、ジェスター、道化師かな？これは2番目と3番目。で、最後のキャラクターが前衛キャラかな？これは。戦士。2番目。よし。新しいキャラで行ってみようかな。アップグレードできるか。あ、さらにアップグレードできますね。毎週4人来るようになったらいいな。これアップグレードした方がいいかな。よし。アップグレードしました。次週は4人ヒーローが雇えますね。これどんどんヒーロー使い捨てで行った方がいいのかな。じゃあちょっとパーティー編成を考えてみます。はい、パーティー編成が終わりました。前衛に新しく雇った戦士、2番目に道化師、3番目にオカルト信者、4番目に医者。これは前回のメンバーですね。この4人で行ってみたいと思います。まだこの4つしか行けないんだな。レベルが低いからショートで行こっか。よし、これで行こう。行ってみましょう。さて、何を持っていくか。まず、松明は絶対いる。これ気づいたんですけど、ここで松明を99ストックして、また次のクエストに備えるっていうのはできないんですね。ここで持っていったやつは、余ったやつも、
没収されるっぽいですね。使い切り。だから持っていきすぎても無駄になるし、足りなくても困るという絶妙ですね。一応ご飯は8個。包帯はどうしようかな。スコップはいるな。一応包帯と毒消しも持っていきましょうか。これでいきます。今回も前回と同じく遺跡のクエストですね。ショートなんで部屋数は前回と同じぐらいだと思います。行きましょう。早速ストレスが溜まってるけど、マップ構成は右に行ったら行き止まりか。どうしようかな。いや、これは左に行こう。 90% の部屋を捜索するっていうのがゴールなんで。で、名前は戦士ウィルヘルム、ボーダーランズから取りました。で、道化師ケフカ、オカルト信者ヤオイ、で、チョッパーですね、医者。行きましょう。なんでこんなストレスが溜まってるんだろう、最初から。うわ、先制攻撃取られた。うわ、ストレス攻撃か。さて、まずはこいつ厄介だな。スキル持っててストレス攻撃してきますからね。こいつを倒したい。で、新しいキャラはどんなスキルを持ってるんだろう。これはヒールスキルで0から12、出血、あ、ヒール量が12までと大きい代わりに出血させちゃうっていうマイナス面もある感じですね。で、次が命中率95、ダメージモッドマイナス90、クリティカルモッド5、回避マイナス15、ターゲットをマークするんですね。なるほどね。で、もう一つが、あ、敵を引っ張り出すことができる。で、死体を消す。プル2だから2移動させるんですね。敵の3番目のキャラクターを先頭に持ってくることができる。なるほど。こいつ癖があるな、スキル。マークしてみるか。これでマーク。マークのデバフはなんだ？回避率マイナス15。で、道化師ケフカ、出血攻撃。あ、これすごいな。結構。あ、でも、ダメージはないけど、自分のスピードを5上げる。で、敵の命中率をマイナス10。で、自分が3段階前に移動する。あ、今2番目にいるんで先頭に行っちゃう感じか。これ近接あるな。近接でこれは、相手の2番目と3番目に対して攻撃。なかなか癖のあるスキルだな。で、前衛ウィルヘルムはこれは普通の近接攻撃で、これは前に1移動する、ノックバックスタン。これは回避率マイナス5、スピードマイナス5。で、レンジ攻撃。これ結構いいかもな。スピードを下げるってやつ。あと、これは仲間をバフさせるのか。命中率を10上げるのと、クリティカル率を 1% 上げる。全員。結構いいな。ただ、回復、癖があるな。これちょっとみんなに、使ってみようかな。かわされた。2。
松明は大丈夫か。うわ、これもストレス攻撃。やばい、もうストレスが半分までいってますね。最初の戦闘から手こずってるぞ、これ。一番後ろの医者以外は、レベルが0ですからね、まだ。あなたのヒーローは出血しています。望むなら、インベントリーから包帯を選んで、出血を止めることができます。止血することができます。止血した方がいいかな。でも、チョッパーがスキル持ってるからな。3から5。2から4。3から5、出血。ちょっと待てよ。命中率を下げるっていうのはいいかもな。これでちょっと前衛に行くけど。全員をデバフして、で、こいつを引き出したい。微妙に触手がクトゥルフっぽいですね。で、回復で出血を止めよう。あ、エルドリッチプルだから、そうだな。クトゥルフっぽいな。うわー、隊列が。むちゃくちゃ。これで前に移動。スタンか。敵強いですね。で、これ何の意味があるんだろうな。後ろに3下がる代わり、あ、攻撃力はめちゃくちゃ強いけど、デバフが半端ない。これ必殺の一撃にした方がいいな。でも下げた方がいいから、とりあえず一人仕留めたい。10から18。決まってくれ。ナイス。その代わり、一番後ろに行きましたね。うわー、ストレスが。ちょっと待てよ。スタンさして、こいつをスタンさして、移動させて、死体消失させて、OKOK。これで、なかなか癖のある攻撃ばっかだな、これ。で、普通に近接攻撃を叩き込むか。5から10。これを叩き込もう。こいつをまず仕留めましょう。OKOK。で、これを前衛に移動しつつ、かわされた。そうだ、命中率が下がってるんだった。かわされた。とりあえず回復して、出血するけど回復させましょう。12。その代わり、あ、出血耐性で出血を回避できた。これはいいですね。ただ、ストレスが、4人とも高すぎるような気がする。もうどっちかをスタンさせるか。これでノックバック。 OK。 あとあの前衛をやりたいが、このデバフってこの戦闘中だけだよな。2から3、7、2から3。そっか、攻撃力が弱いんだな。まあしょうがないか。パーティー構成があんまり良くないですね。前回はバランスよく前衛と後衛分かれてたけど、今回ちょっと癖があるな、これ。あまり攻撃与えるキャラがいない。ヒールはこいつだろ。こいつでいいから。
よく考えないと一気にピンチに陥りそうですね、このメンバー構成。スタン、よし、戦士のターン。これでとりあえずこいつを仕留めよう。今はストレス攻撃の方が怖いから。で、003から5、2から4決まるかな。 OK、 ナイスクリティカル。なんとかなんとか初戦、ただかなり苦戦しましたね。何もいないかな。お、スカウティング発動、上に行きましょう。トーチも惜しまずね、松明も使っていきましょう。からここはスコップで、スコップもう一つあるんだよな。松明の消費が激しいな、ほんとこのゲーム。敵はいない。あ、でも次、通路で戦闘がありますね。来た来た来た。敵は3人。驚いている。チャンス。よし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 。骸骨系は出血耐性が 200% あるから意味がないのか。とりあえず、この光栄のキャラを前衛に持っていきたいな。あいつを仕留めたい。命中率をバフさせてもいいけどな。どうしよっかな。体力は10か。こいつを先に仕留めたい。ストレス攻撃してくるやつは厄介ですからね。オッケーオッケー。これで残りの敵2体は物理攻撃だけだと思うんで、まずこいつを引っ張り出すか。よし、ナイス回避。いいいいいいですよ。出血耐性があるけど4から7攻撃は入るから、とりあえずスタンさせようか。で、また地道に削っていこうかな。まあ、出血はないけども。この敵をマークしてもな、そのマークを活かせるスキルを持った仲間がいないんだよな。オッケー、ナイス。さあ、これでとどめ。オッケー、オッケー。ナイス、ナイス。なかなか今のは良かったんじゃないでしょうか。ちょっと待ってよ、今どこにいるんだ？まだ、先は長いな。ズーム、ここか。本がある。調べる。あー、病気になった。マジか。なんの、ちょっと待ってよ、これ何の病気だ。病気耐性が 50% 下がりましたね。しくったなー。さあ、敵は出てくるのか。オッケーオッケー。うわ、罠あった。マジか。まあ、ダメージ5ぐらいだったらまだなんとかなるでしょう。お、スカウティング発動。いいね。通路に敵はいないが、障害物、スコップ使って、いや、もうこれ調べない。なんか怖い。さあ、敵は出るか。うわー、出てきた。手強そう。
強烈に毒。うわー、一人拒否られたな。出血耐性はこいつら、あ、この二人は出血に弱いですね。よし、ちょっと待てよ。まず命中率を下げようかな。全員をデバフ。一人以外効いた。あ、引き出されてしまった。やおいが。いや、痛い。4は痛い。出血。道化師、もうすぐで発狂するぞ、これ。敵の光栄を引き出そう。やめて。前に行きたいんだけど、前に行きつつ攻撃、こいつを仕留める。あー、仕留めきらんかった。 OK、 ナイス回避。さあ2ラウンド目、これで仕留めたいな。10から18、一発で仕留めたい。頼む。 OK。 で、スタンさせるけど、松明マイナス5。どうしようかな。こいつを引き出すか、デバフするか。一歩下がりたいんだけどな。まあいいか、とりあえずスタンさせとこう。よし、ナイス毒。これでノックバックさせてもいいけど、一発当てとこう。で、出血効くから外す。ナイス回避。これで前衛に行きつつ、もう一回デバフで回復させよう。で、出血するけど、これで出血を止めよう。いいよ、持ち直してきた。さあ、こっからだ。前衛に移動しつつこいつを沈める。ナイス回避。あとはあいつだけだな。出血耐性はある。1から2。仲間、いや、これはもう普通に削っていこう。今、道化師の攻撃力が下がっちゃってるから、1しか与えられないですね。このパーティーは攻撃力がないな。このウィルヘルムに頼るしかない。ナイス。回復か。ストレスが気になりますね。とりあえず回復しとくか。2じゃ意味ねえな。オッケー、ナイス。ちょっと待てよ。これは鍵がないと。前回罠だったよな。鍵持ってきてたっけな。鍵ない、開けない方がいいなこれ。
安全に行きましょう。さあ、あと2部屋。右に行って下か。松明あと何個あるかな。松明あと3つ。微妙ですね。これは調べよう。から。うわぁ、罠か。とりあえず部屋に入る前には明かりを明るくしといた方がいい気がするんだよな。これは何？ライトだったら大丈夫だろう。よし、バフ 20% ダメージアップ。最後の部屋行きます。さあ、やはり最後に戦いが待っていた。先制攻撃を食らう。引っ張り出された八尾井純一。どうしようかな。前に行きつつ、まずデバフで命中率を下げよう。全員効かなかった？マジで？いや、7いて。向こうの前衛を引き出すか。スタンさせるか。こいつを引っ張り出すか。で、後衛2人に毒をばらまこう。ナイス。で、前衛に行きつつ攻撃。結構この毒攻撃っていいですね。医者の毒グレネードがかなり役立ってる。こいつまだ使うべきではないか。さっき拒否られたから、もう一回ちょっと音楽を奏でよう。二人に聞いたね。さらに毒らせます。よし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 。でもう一回引っ張り出そうか。こいつも厄介なんだよな、このアーチャーみたいなやつ。まず外した。ノックバックスタン。一人消したい気もする。スピードを下げるか。あ、これもいいな。これもちょっとデバフしましょうかね。ほら、ナイス。一人毒で仕留めました。うわ、クリティカル。あ、やばい、ケフカが発狂。苦悩状態に陥りました。ヒーローがこれ以上ストレスを受けれなくなった時に苦悩状態になります。この状態ではステータスが変わったり行動に変化が起こります。この状態はヒーローを施設に治療、施設で治療させるまで続きます。街で。マジか。それかクエスト中にストレスをゼロにすることによっても、なお、ストレスをゼロにするって無理でしょこれ。あー、スタン食らった。さあ、一発でかいの決めちゃおうか。ほら、あ、ストレスが3。そっか、クリティカルだからか。
こいつは出血効かない。スタンさせよっか。あの死体が邪魔ですね。死体を消してもいいんだよな。死体を消しつつこいつをスタン。オッケー。で、松明75、5減るけど後ろのアーチャーもスタン。これで次のターンに行こう。オッケー、ナイス。毒強。あー狂ってる。全員のストレスが。一人が発狂しちゃうとこんな風に仲間にもストレスを与えて大変なことになりますね。スタン。もう効かないか。あーいや、おいもストレス溜まってた。ビビリになっちゃった。回復しかできない。ただこれでもうとどめはさせるでしょう。オッケー。あー危なかった。オッケー、クエストコンプリート。いやー癖のあるパーティーメンバーでしたね今回は。お宝いっぱいゲット。こんな感じで短めのクエストをどんどん攻略して、お金だったり素材宝を集めて街をまず発展させることが重要だと思いますね。仲間は毎週4人ずつ入ってくるから、ローテーションは組めるから、どんどん使い捨てというかね、成長は後でいいんじゃないかな。なんかつきましたね。はい、というわけで今回のダーキストダンジョン、この辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。